皆さんこんにちは、マナー講師の野崎由美子です。いつもご視聴本当にありがとうございます。さて皆さんは私の動画を見てくださって、また他の YouTube などもしっかりと見て何かを学ぼうとしてらっしゃる積極的な素晴らしい皆さんだと思います。私なんかもそうですが、何かを学ぼうと思う方ってとても多いですよね。例えば私などは日本人ですから、第二言語である英語を習得しようと勉強にトライする、または外国の方であれば私の動画を見ていただいて日本語も一緒に勉強しよう、マナーも勉強しようと思ってらっしゃる、そんなことってありませんか？英語を学ぼうとするときに、例えば高い教材を買ってしまったりっていうようなこともありますが、道半ば結局英語を身につけることができなかった、また日本語を学ぼうと思っても途中で諦めてしまった、何かのスキルを身につけようとお勉強を始めたけれど結局途中で断念してしまったっていう経験、誰しも一度や二度ありますよね。志高く始めたってなかなか自分の目標とするところまでは到達できない、こんな時って皆さんどう思います？自分はダメな人間だとか、自分には能力がないとか、あの人みたいに頭が良くないからとか思ってしまうことありますよね。でも実はこれ能力の問題ではなくて、その学ぶ方法にあったとしたら、その方法を知らないのってもったいなくないですか？今日はラーニングピラミッドについてお話をしたいと思います。その勉強方法が間違っているかもしれません。最後までお付き合いをお願いします。さあ今回はラーニングピラミッドというお話をさせていただきたいと思います。ラーニングピラミッドとは、その学習がどれだけその方法で定着をするかの定着率を表したピラミッドのことです。じゃん、こちらがそのラーニングピラミッド。私たちは何かを学ぶときにまず講義を受けたり、教科書で勉強したり読書をしたり、またもや今日私の動画を見ていただいているみたいに何かの映像で、こうやって学ぼうとしたり、視聴覚を使って学ぶという方法が主だった方法ですよね。私がやっぱり学生の頃っていうのはこういった動画もなかなか手に入らない時代ではありましたので、どうしても教科書や、本活字から物事を学ぶということが多かったです。でも読書見てください、わずか定着率 10% ということなんですよね。前回もちょっとお話したことありますが、活字が得意な人って世の中にはいます。それよりも得意なのがやっぱり視聴覚、耳とか目から入る情報をキャッチする方がパーセンテージは上がります。しかしながら、もっともっと効率のいい勉強方法、学習定着をさせる方法が実はあったわけです。私のように日本人であれば、幼い頃から日本語を学ぶというよりは、使うという感覚で身につけた感じですね。親が私に言ってくれる言葉、それをキャッチし、自分の意思を伝えるためにそれをアウトプット、自分の言葉にして返していたといったところから身についてくるものです。日本語ってすごく難しい言語だとも言われていますけれども、難しいという感覚ではなく自然に使えるようになってきたということなんですよね。だとすると、この方法であれば、極端に言えば誰でも身につけることができる方法ですよね。私たちはもしかしたら学び方というのをとても効率の悪い方法でやっていたのかもしれないということです。例えば私が英語を身につけたいというふうにしましょうか。だったらどうすればいいのかというと、まずは何かでインプットする必要があります。頭の中にふって湧いて出たようにイメージできるわけではありませんから、それを知る何かが必要です。もしかしたら活字よりも視聴覚、目とか耳とかを使う教材の方がいいと言えるでしょう。ただこのままでは
定着することがとても低いパーセンテージで終わってしまいます。どうしたらいいのかというと、これをこの下の3段階に落とし込んでいくという方法です。まあ、一番いいのは、聞いたものをしっかりアウトプットして実践してみる、自分で使ってみる、やってみるという体とか目、口、全てを動かしてやってみる、アウトプットしてみるということが定着率を高める方法です。もっといいのが誰かに教えてみるということです。営業に興味がある人とかにそれを分かりやすくアウトプットして教えてみるというふうにすると、すごく頭の中に残って定着率がいいということですよね。で、実際小さな子どもたちっていうのは言語を覚えるときにこの過程を経て覚えていくわけです。大人になるとなんだかもうお勉強だけ、この上の部分だけね、使って学ぶということがお勉強、それが定着するものって思うので、そして大人になった私たちは勉強がこの上の部分だけというふうに思ってしまうので、どうしても定着率が低くなってくるということですよね。ですから、私の、まあ、動画なんかでもそうですけれども、いろんなことを、ここでインプットしていただいたら、大切なことはこれをどこかでアウトプットする、そういった機会を自分で作ることが大切だということです。日本の国においては私のもそうですけど、なかなか英語を使う機会ってないですよね。今日本語を勉強されている方であっても、これを聞いてアウトプットするという機会がなかなかありませんよね。だったらどうしたらいいのか、これ実は独り言でもいいとされてるんです。なので私は何かをしながら独り言を英語でするというだけでも定着率が上がるということです。まずは実際にやってみるっていうことなんですよね。で、日本人っていうのはすごくこう、謙虚で、奥ゆかしい民族ですから、なかなか失敗をしたくないとか、なんかこうやってみることが恥ずかしい、失敗したら嫌だなっていう感覚がとても強い民族のように思います。しかしながら、子どもたちのようにとりあえずやってみるということをしなければ、自分がその能力を身につけることができないと思えば、これが学習の一環だと考えると、少しやり方変わってくるような気がしますよね。そして拙いものでも構わないので、それを誰かにアウトプット教えてみるっていうことがとても大切なようです。人間の頭というのは自分で実践したことのみ身につくという習性がどうもあるようです。知ったらそれを実践に移して、そしてまたもっと高みに行くためには、それを誰かに教えてみるというプロセスを自分で作り出せると、学習の定着率ってずっと変わるんですって。ぜひ恥ずかしいということを超えて実践してみること、トライしてみませんか。ザ、いかがだったでしょうか。今日も最後までお付き合いをいただいてありがとうございます。もしよければ、今後の動画も見逃さないためにチャンネル登録と、そしてグッド評価ボタンやコメントをいただけるととっても励みになります。またお会いしましょう。